らっしゃいませ。キングヨークのオフィス大冒険。今日はですね、我々 V ジャンプ編集部にとっては大事な場所を皆さんで、ね、ご紹介したいと思いますので、ズズズイッと入っていってください。こちら、この間紹介した通路的なところからさらに奥へ向かっていきましょう。こちらでございます。こちら、部屋がありましてですね、昔はここに貼ってあったんですけど、部屋の名称を V ジャンプ秘密会議室みたいな、そういう名称の場所を今日はご紹介したいと思います。じゃじゃん。これこんなの飾っといて、僕がいかに偉いかというのを永遠に忘れないためにこの部屋に置いてあるんですけどこちらブルードラゴン見えますか。ブルードラゴン XBOX360 か、見た時に初めにすごい大発表されて、 FF の沢口さんが作ったソフトに鳥山先生がデザインしたっていうやつの主人公のドラゴンのフィギュア、スライムの帽子メタルスライムの帽子なんだこれね。一応ワンピースって書いてあるの。サンジのスーツ、いいねけどシワ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 だよ。で、あ、これ僕はちょっと覚えてんな。これもね、もう色が何色これ、ドラクエ7のフィギュアコレクションっていうので、これすごく当時流行ったんですよ。覚えてるかな、ボトルキャップの上に乗せるフィギュアのドラクエのやつなんだけど、ほらこれだから要はオリジナルカラー、ゴールド、ブロンズ、要はもともとこれの4色普通のカラーバージョンなんだけど、それをスペシャルバージョンボックスにしたやつですよ。すごくないですかこれ。あ、これはちょっと絶対誰も覚えてないと思う。 V じゃんけーんこれは何というものでしょうか。岡、岡持ち、正解当時 V ジャンプ編集部の岡本って人がいて、岡本さんが岡持ちを持っていろいろやる企画があったので、僕が入る前だから20、30年近く前だった。ちょっとお宝集がプンプンと、ほらこの古い箱、古い箱に中に入ってるなんか盾、いきますよ、せーの、ドン。何も入ってない何も入ってないし、ドクタースランプって書いてある。でもこれがね、僕分かりましたよ、なんだか。当時、20何年か前にちょっとだけ帰ってきたドクタースランプっていう、セルの漫画の連載をしてたんだけど、実は今もうあのアニメって全部あのパソコン上でね、データで色塗っちゃったんだけど、実際にこうセルの、そのプラスチックの板に色塗ってたやつを原稿にして V ジャンプで連載してたんですよ。だから全部セルの本物を載せてて、ただセルって、残念ながらあんまりこう保存が難しくて、ある時読者にプレゼントしたんだよね。セルを額に入れてプレゼントしますって企画をやったことがあって、その時の額だと思いますなんだろう、そのままなんか書いてある。ドラゴンクエスト、ドラゴンボール、何でもランキング、パネル、何でしょうか、何でもランキング。全然何でもランキングじゃないぞ。デジモンクロスウォーズ、デジクロスランキング。寝前着でいこう、コスプレお気に入りランキング。で、石塚さんがコスプレをしているのか。お、なんか綺麗になったけど、いいじゃんいいじゃん。ほらこれ、僕はドラゴンクエストの担当、鳥山さん担当で、鳥山先生に描いてもらったドラクエのイラストをまとめてあるパネル。これは2000年のね、表紙で一回見てもらったね。で、その後もいろいろ描いてもらって、この辺、ここから7、ここ8、ほら、こっち、あんまり見たことないでしょ。多分これも1回しか使ってないと思う。 V ジャンプのドラクエ25周年の時に作った本の表紙のイラスト、一応ワンベース。セブンの時結構いろいろ書いてもらったんだよね。これすごいキーファー大活躍してますけどこんなシーンはございませんので、これ、別にボスではないんで、まだあった、書いてもらってる、
これいいよ、これこんなまとまってないもん。まあいいとね、これも表紙だ。こっちからない。ドラクエの1から6までの、まあ、主人公をちょっと表紙に書いたと。よし、じゃあ本当にお宝いきますか。もう僕は分かってるんですよ、あの見えててさっきから。いいですか、よいしょ。フリージャンプは、あの、てか昔はね、まだパソコンがそんなに普及してない時代だったので、さっきも言ってね、イラストをデータで書かなかった。で、セルで書いてるのも結構あって、トバル。トバル2。1997年、23年前の。セルです。まあセルにイラスト描いてもらって、それをイラストとして作ってた。綺麗だね、やっぱりね。結構まだ綺麗な状態で出ました。この紙剥がすとやばいんだでした。実際のこれちょっとカラーの出力の見本があります。これで、これがこれで、細かいものが、ウィフェスっていう V ジャンプのイベントがあって、まあ、その時にあのいろんなタイトル発表するんだけど、その発表されたタイトルを、まあ、書かせてもらったっていうやつですね。どうですか皆さん、まあ、お宝ってのはこういうことですよね。本当にこう V ジャンの歴史を、分かるように発見できてよかったです。で、まあ、ちょっとね、あの古いものせっかくなんでね、うまくこう残してみるようになるといいんだけども、そういうきっかけに今日はなったと思って、もっとブージャンプのお宝を大事にしていきたいなと思いました。キングユークでした。ありがとうございました。